新中野にあるイタリアンレストランコベルゴです。はい、リソース市場の塚本さんから、ご依頼いただいて使うことになります。しめサバと、あとスモークしめサバ、あとサバの味噌煮、あと塩辛と、あとわかめですね。ちょっと難しかったんですけど、まあ、なんとかちょっとソースと、バジルソースと、あとバルサミコで、まあ同じ酢なんですけど、ちょっとまあ合うかなということで試作して、ちょっと美味しかったので、今回まあご支援ということで、その商品化して出しました。略してですよね、2種類のしめサバ、ポロネギのバルサミコソースだけですね。で、まあピザにちょっと乗っけてみたりだとか、まあパスタに入れてみたりだとか、まあやったんですけど、まあやっぱ一番これが美味しいかなと思いまして、わかめはパスタですね。で、あと、まあ、味噌煮と塩辛はちょっともう定食で、ちょっとイタリアンじゃないんですけど、まあ、いろいろ試した結果、まあ、やっぱそのままの方が一番美味しいかなと思ったので、それでもう定食で出してます。7月の1日から始まってるんですけど、まあ、2、3ヶ月は、ちょっと様子を見てやってみようかなと。評判良ければ、まあ、乗っけて、そのままやっていこうかなと。石巻の牡蠣を、まあ、使ったんですけど、まあ、正直美味しかったです。今まで自分が使った中で、一番美味しい牡蠣でしたね。しかも珍しく夏に牡蠣という感じだったんです。まあ、話聞いたら、その産卵前だから栄養がたっぷりあるということで、とても美味しい牡蠣でしたね。直でやっぱ送られてくるので、鮮度がいいので、その市場経由をしないので、やっぱうちとしては使いたいですね。ペットも一緒に来れるイタリアンで美味しい、三陸産の美味しい金華サバをぜひ食べに来てください。